ファーズ落としたチームは脱落だな。キングメーカー来たな。またこいつに情緒もてあそばれるのかしょう。スパーズ全勝で優勝争いに浮上か。ソンが3試合ともゴール決めて3連勝してスパーズ優勝かな。もちろん得点王もソン2度目。よそ様の鍵を握ってるだけで自分たちの扉はないんでしょ。残念。他はともかくアーセナルとのダービーだけは死に物狂いでやるだろう。アーセナルだけには優勝させたくないだろうしな。仮に奇跡が起こって3連勝できたとしても優勝のためには全くっと足りてないのくさ。どこも12試合はこけるだろうし、トッテナムが全て拾えばワンチャンある。でも全力でやっても3連敗ってこともあるわけで、そうなると目も当てられない。今のトッテナムなかなか手強いからマジでわからん。トッテナムこの組み合わせは12人で戦うから強いよ。特にノーロン、トッテナムホーム、アーセナルは厳しい戦いになる。リバプールはホームになるし、シーズン終盤で審判も下手なことはできないと思えば公平なゲームになる。リバプール有利と思いたい。一回して負かしたところで後の試合全勝するから無理。